あなたはレストラン1回と工事1ヶ月見放題どちらを選びますか？まずはセリーグ、カリステ選手が帰ってきました。続いてパリーグ、大輔選手が帰ってきました。太田亮、西野正弘の控え、渡辺の控え、ダイソー要員、渡辺スタメンにより一人もいない外野の守備固め要員をこなせる福田周平を待っていた。周平さん、一軍の枠が一つ空いてるので、どっかしらで先発でも上げるのかな。二軍が玉スタ筑後で試合するからちょうどいいね。福田周平さん、直近2週間打率.059で昇格です。福田さんお帰りなさい。お得意の誰もあげない戦術、福田さんお帰り。俺たちのオルランド帰ってきました。田中のためにも抹消した方がいいだろ。家族なら田中を守ろうぜ。ビーズリー抹消とか、ほんま何を考えてるんやろ。みんなお帰りなさい。なんで福さん。お帰りカリステ。待ってた人たちが来た。泣き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 来た。ジュリー、報道通りに4人とも登録頑張れ。原ジュリは本当にこれがラストチャンスになるだろう。どんな展開であれ出番があればゼロに抑えなければ。ジュリマジでラストチャンスやぞ。絶対に逃すな。ご視聴ありがとうございました。